みちゃん、きのことほうれん草とベーコンのパスタね。はい、いただきますわ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。おいしい？おいしい？人が食べてるのにおいしいって言ったら、なんで自分が食べてるのかもしれないんだ。なんかね、集中してるのかな、食べることに。あれ、このかぼちゃプリンは、うん、ご飯食べた後ぐらいにあげとけばいいのか。あ、うん、大丈夫なら。苦くないけど下のソースはどうなのかっていう。ああ、そこは揚げないって感じじゃない。うん。美味しい？美味しい言わないの？おいしい？麺好きだし和風派だからね、うん、やっぱあんぐらいの切るぐらいで大丈夫そうだね。なんか、うん、なんなら真ん中ちょっと短いと思うよ。ああ。端はさ、多分折れ曲がって入ってるやん。洗濯機うるさいね。うん。じゃあベーコンとかキノコも取る？キノコあった。はい。あ。はい。食べたキノコ。むせたです。さ、もうちょっとニコニコ食べたらさ、みんな嬉しいよ。ね、食事に真面目だね、ほんちゃん。ね。なんとかもう静かにね、黙々と食べてたんだもんね。ん？ペットボトル？ほのちゃん、おいしい？ほんと食事中静かだよね。そうね。まあいいことなんだけどね、うん、そう、ちゃんとした店連れてってもう静かなんだよ。あ、まあ好きなもんだったら黙々と食べてて ね。
じゃあベーコンは、はい、あげる。おいしい。ちゃんと麺以外も食べるんだよ、このキノコとほうれん草とベーコンあるから。いらないのこれ。全然取れてなかったよ今。でもっと深くガッてやっていいんだよ、こうやって。ほら、ほら。クッてやっていいんだよ。見てほら、クッて。いや、なんで食べないの、こういうの。ほら、食べるじゃん。ね、キノコやるの。
い。ほうれん草も食べないか、むちゃん。むちゃん。ねえ、ほうれん草も食べてって言ってるよ。ほら、むちゃん。ほらほらほら。キノコは食べないかもね。あ、ほんと？うん。キーマに混ざってるエリンギは食べるのね。どうしたの？だいたい、だいた。ん？うん。くじさ。全然取れてないじゃん、ほんの。いたかってやらなきゃ。おお。おお。長かったね。どうした？
何？おいしい。いい食べっぷりだね。あれ。うん、もらうよ。はい。うん。ねえ。うん、美味しい。ベーコンだよ。ベーコン食べれるでしょ。
何、キノコが嫌なの？ほら、うん、落ちちゃったよ、ほなちゃん。あーん、おいしいね。じゃあ早く食べないと冷めちゃうよ。今キノコだよ、おもちゃん。ん？キノコの何か味嫌なの？久々にベープ出したね。キノコダメか。もうパスタほとんどないね。ちょっと貸して。うん、おもちゃん、はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いらないの？もういい？はい、どうぞ。じゃあ、ほら。はい、どうぞ。もういいかな、ちょっと後も取りづらいね、ほのちゃん。はい、
いい？これは。どうぞ。寝ない？食べ終わったの？ほぼほぼ、もうなんかキノコさっき久々にベッてやった。食べたしが、あーって感じになって。ママ歯磨きしちゃったから食べれないんだよ、もうパパにあげて。ありがとう。ごちそうさまだね、ほの。ごちそうさまする？ねほの。ごちそうさま。えらいね、ごちそうさまね。ほのちゃん、かぼちゃプリンね。大丈夫。うん。はい。ちょっと待って。軽く、切り目入れとくね、ほのちゃん。それ持つの押さえて押さえなきゃ、押さえなきゃ、これで。じゃあなんでスプーンそんな持ち方してんの？みーちゃん、スプーン絶対こっちの方が持ちやすいでしょ。美味しい？うん。美味しい。出た。出た。美味しい。嬉しそうね。ねちゃん、これちゃんと押さえないと。ちゃんと押さえないと、これパパ押さえてるから大丈夫だけど、押さえなかったらあれだよ、食べれないよ、ほんの。そう、それで押さえないと。抑えないと食べれないよね。食べないの？ほら、いらないもん。お腹いっぱい？あ、食べないのが珍しいね。じゃあママは行ってくれ。お腹いらないっぽいよ。ママ行ってらっしゃいって。ママ行ってきまーす。行っちゃったね。もういらないもん、本当に、これ。いいんじゃん。